16号整形外科山田詩織枕研究所の山田詩織です。大丈夫です。今回は抗薬性症候群もしくは抗薬性神経障害というのは何ですかというお話をしたいと思います。長引くしびれ、手のしびれ、足のしびれ、さまざまなしびれ、その原因、もしかしたら抗薬性症候群かもしれません。末梢神経って覚えてますか？はい、覚えています。神経には大きく分けて2つあります。はい、ほうほうほう。脳から来ている太い脊髄神経、うん、ほうほう。例えばこの首のモデルでやってみましょうか。真ん中を、私ですとこうなってまして、はい、横から見てこうなってますね。はい、真ん中を通っている太い脊髄神経ですね。うん、はい、これで言うとちょっとこの黄色い部分なんですけどね。はい、この太い黄色い神経、はい、それに対してそこから枝分かれしている細い神経、うん、はい、はい、これが末梢神経です。完璧な答えですね。医学生のようですね。まさにその通り、神経には2種類あって、太い脊髄神経とそこからたくさん枝分かれして番号で出ていく末梢神経、これがありましたね。この末梢神経は首、背骨、腰から出て、体の隅々まで行き渡っていくわけです。この末梢神経が今日のテーマ、抗薬されて起こる障害、これが抗薬性症候群もしくは抗薬性神経障害なんです。抗薬性っていう言葉、何かイメージできますか？ちょっとわからないですね。この漢字も難しいですよね。あんまり見たことないですね。はい、小学校中学校では習わなかった漢字かもしれません。この抗薬性という言葉、こちらの図を見ていただくとよくわかるかと思います。実は抗薬性症候群、別名をトンネル症候群というんですよ。トンネル、はい、うん、こちらにトンネルの中を通っている神経が描かれています。このトンネルの周りには体で言えば骨もあります、筋肉もあります、靭帯もあります。さまざまな体の要素、構成成分があって、その中に神経がもう全身に巡らされているわけですから、この神経ともすると周りにあるさまざまな組織によって締め付けられる、この締め付けるというのが抗薬性というものなんです。ですのでこちらの図を見てください。トンネルが締め付けられます。周囲から骨や筋肉や靭帯などなど、さまざまな組織によって周りを締め付けられると、神経は非常に縮こまってしまったり、損傷といって傷がついてしまったり、神経が悪い状態になってしまうんですね。このような抗薬、締め付けられるということ、分かっていただけましたか？はい、図で見るとよく分かりますね。よく分かりますね。はい、このような抗薬性症候群、今日はこのお話についてぜひぜひ詳しいところまで解説していきたいと思っています。よろしくお願いします。お願いします。ではまずこの抗薬性神経が締め付けられると、どんな症状が出るように思いますか？すごく痛そうに思いますね。そうですよね。締め付けられるんですよね。はい、痛み、あとはどんな症状出そうですかね？しびれとか出そうな感じがしますね。うんうんうん、そうですね。本当にこの、神経が抗薬、締め付けられると神経がいろいろな障害を出します。まず第一にやっぱり痛みです。それも、程度にもよりますけれども、結構ビリビリしたりとか、本当に耐えられないようなしびれで眠れなくなっちゃったりとか、弊害が出ることもあります。はい、それから、そのしびれがもっともっと進んでいくと、実は感覚障害といって手の感覚が鈍くなってきたりするんですよ。例えば熱いものを触るけど温度があまりわからなかったり、この表面がツルツルなのかザラザラなのかが分かんなくなっちゃったり、何を触ってるのかがはっきりしない、こんなひどい障害も出てくることがあるんです。
なので、まあ、単に痛み、しびれといっても生活上支障が出てしまうような段階になるともちろん治療が必要になってまいります。どんな検査をするんですか？はい、まあ、どうやって診断するかということで言うと、まず医師のこの触診、触ったりどんなあのテストをするとなるかっていうことの確認をまずいたします。はい、その後、まあ、検査に入っていくんですが、こちらご覧ください。まずこの触診とても重要です。しびれの場所、どこがしびれるのかということを伺うと、ある程度抗薬性症候群の中のどの疾患かということがおよそ診断つくこともあるんですね。それからしねるサインと書いてあります。これちょっと聞き慣れない言葉だと思うんですが、実は神経のところをトン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 と叩くと、悪い患部、症状の出る患部に放散っていって響く、ビリビリするっていうことで、どの場所に響くかによってどの神経が障害されているかも分かるんです。はい、それからもっと進んでいくと画像診断、画像検査がございます。例えば骨のレントゲン、または CT 検査、あとは軟部組織、神経そのものを見れる MRI など、このような検査をしていくことで診断率が高まってまいります。最後に神経伝導速度、はい、聞き慣れない言葉かと思います。ちょっと初めて聞きましたね。はい、神経ってですね、電気をイメージしてください。あるところからあるところまで神経っていうのは電気信号が通っていて、例えば脳で考えたこのものを掴むぞっていうこの神経の命令、これは電気を通して指先にこのメッセージが伝わって初めてものを掴むという動作ができるわけですね。なのでこの神経の電気的な速度、これが遅くなってしまったり途切れてしまうことで、その神経が障害されているという診断がつくんです。まあ、こちらの検査になると結構こう大きな大学病院とか市中病院などでないとなかなか、ない検査ですので、例えば私どものような、まあ、開業医の場合にはこういった検査持ち合わせておりませんので、必要があれば大きな病院にご紹介するというシステムになっています。ではちょっとその手見せていただけますか。ではこちらご覧ください。代表的な抗薬性症候群について今日は4つですね、代表的なものを挙げて一つずつ説明していこうと思います。このなんかこう管っていう字ついてるじゃないですか。管、はい、管、管ね、これちょっとついてませんが、このように管が先ほど説明したように締め付けられることでトンネルが狭くなって神経が障害されるのが抗薬性症候群ですので、まあ、病気の名前にも管とついている部位が悪くなるっていうのが予想つきそうですよね。はい、そうですね。はい、じゃあ一つずつ説明しますね。まずこちらです。どこに起こるのか、どんな症状が出るのかを覚えておいていただくと、もしご自分にしびれが出てきた時に、もしかして手根管症候群かもしれない、もしかして中部管症候群かもしれないっていうことが想像つくかもしれません。では1番です。こちら手根管症候群、手根管っていうのはですね、この手首のところにあるんですよ。手関節と言います。手が曲がるこのグラグラする場所、ここが手根管という場所です。こっちじゃないですからね、こっちです。手のひら側に起こります。ここには骨で形成されたトンネルがあります。そのトンネルの蓋になっているところ、靭帯という筋があります。要はまさに骨と靭帯で取り囲まれた、まあ、この空間トンネル、そこにたくさんの神経やさまざまな靭帯が通っているんですが、それが何らかのご病気であったり怪我であったり生き物であったり、もともと生まれつき骨が狭かったり、いろいろなことでこの手根管が締め付けられて、指先の症状が出る、これが手根管症候群です。代表的な症状としては、ちょっと手を見せてもらえますか。はい、
先ほど親指がしびれるっておっしゃってましたけど、はい、実はこの手根管症候群起こる場所が決まってるんです。そうなんですね、はい、親指と人差し指と中指と、もし4番目の関節、これがあったとしても半分からこちらだけがしびれるんですよ。はい、全部じゃないんでしょ。1,2,3 と4番目の指の半分だけ、親指側だけがしびれる。これが結構特徴的なんです。あとですね、夜間痛、結構これ夜痛いんですよ。夜中もしくは明け方、患者様はよく寝てても手がしびれて手がしびれて目が覚めちゃったわとか、朝起きたらもう手がビリビリしてるなどという夜中の症状を訴えることが多いんです。はい、では次に参ります。今度は中部間症候群、これ読んで字のごとく何ですか。肘ですか。そうです、肘関節、これが、ここに障害が起こると中部間症候群。これはですね、尺骨神経という神経が締め付けられて起こるので、しびれの場所が今度は違います。また手伸ばしてください。はい、今度はですね、中部間症候群で神経がこうやく締め付けられると、ずっと上って小指と、まあ、4番目の指の小指側、この1本半がしびれてくるんです。場所違いますよね。そうですね、はい、さっきの正中神経のしびれる手根管と尺骨神経のしびれる中部管は場所が違うということが分かります。また症状がひどくなってくると、この小指が曲げ伸ばしできなくなってくるんですね。手を開くことができなくなったり、曲げ伸ばしができなくなったり、結構日常生活にも困るわけです。この辺のしびれ、小指にかけてのしびれあるときは、一つには中部管症候群を考えなければいけません。では次に参ります。今度は足根管症候群、読んで字のごとく足の付け根、はい、に起こりそうですよね。ではちょっと足いいですか、お借りして。はい、このように足首の内側と外側があるんですが、足根管症候群は内側に起こります。内くるぶしというこの骨がありますね、グリグリ、これとかかとの骨、ここにある靭帯といって筋、その下にトンネルがあって、脛骨神経という神経が締め付けられる。神経がこう走ってるとすると、これに覆いかぶさってる靭帯が締め付けることで神経が障害を起こします。そうするとなんと足の裏が全体的にしびれてくるんです。ひどいとですね、この足裏の筋肉、これが萎縮といって縮こまってしまうという障害も出ます。なんか聞いただけでちょっと怖いですよね。はい、足根管症候群、足に起こる抗薬性症候群です。ありがとうございます。では最後にこちら、梨状筋症候群。梨状筋ってこれなんていう感じですか。足ですか。そうなんです、実はこれお尻にある筋肉なんですよ。お尻にね、梨状筋って結構大あの筋肉があってですね、これ臀部の筋肉が締め付ける、同じように締め付けることで梨状筋の筋肉の下に走っている神経、座骨神経と言います。この神経を締め付けるので座骨神経痛、もしくは座骨神経のしびれが起こってくるんですよ。座骨神経って聞いたことありますよね。はい、あります、ね、はい、よくこうね、ご高齢の方がお尻から足がしびれたりっておっしゃることあると思うんですけど、その座骨神経、実は原因がたくさんあります。腰が変形しても起こるし、腰椎椎間板ヘルニアでも起こるし、梨状筋症候群でも起こってくる症状なんですね。ひどいと本当にもうしびれや痛みで我慢ができない、この梨状筋を、まあ、切開切ることによってやっと症状が良くなるなんていうことも強いご障害では起こり得ます。はい、4つの抗薬性症候群、お分かりいただけましたか。よく分かりました。はい、手首に起こる手根管症候群、肘に起こる中部管症候群、足首に起こる
足根管症候群、そしてお尻に起こる梨状筋症候群、さまざまな抗薬性障害、抗薬性神経障害が全身にあるっていうことがお分かりいただけたかと思います。先生、こんなにあらゆるところに障害が起きるなんて、怖いですね。本当に全身にあるということが今日の勉強で分かりましたね。でもそれだけやっぱり人間の体っていうのは隅々まで神経が行き渡ることで、微妙な動きであったり感覚であったり、これを人間がそういう能力を持っていることにつながるわけですから、まあ、そういうサイン、症状が出てきた時にいち早く気づいて適切な科に受診できることが重要です。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。